皆さんこんにちは、心理カウンセラーラッキーです。今回のテーマは、性格は変えられる、ネガティブ思考を改善する3つのことということで、人の性格をざっくり分けると2つに分かれます。楽観的な性格と悲観的な性格。言い方を変えると、プラス思考とマイナス思考、ポジティブ思考とネガティブ思考。いろんな言い方がありますけど、例えば部長から頑張れよと言われた時に、楽観的な人は、部長は私に期待してくれていると喜びます。悲観的な人は、これ以上どうやって頑張るんだよと腹を立てます。失恋した時でも、楽観的な人は、もっといい人はいくらでもいると考えます。悲観的な人は、彼女以上の人はどこにもいないと考えます。それだけではありません。楽観的な人ほどストレスに強く、人生で成功しやすく、体が健康で寿命も長く、人に好かれ疲れが少なく、眠りも良く、行動力が高いなど、いいことずくめ。反対に、悲観的な人ほど神経過敏で人付き合いが苦手で、イライラしやすく、落ち込みやすくて立ち直りが遅い、心の病になりやすく、体調も崩しやすく、行動力がないなど、悪いことずくめ。楽観的な性格と悲観的な性格、どちらの方がお得なのか。親戚を集めて会議を開く必要もないですよね。楽観的な方が断然お得。ではね、今回の本題、悲観的な性格を楽観的な性格に変えることはできるのか。結論から言ってしまうと、できます。その気になれば、性格は意外と簡単に変えられるんです。実は性格を変えられるという事実が分かってきたのはごく最近のこと。昔は性格は一本の皮のようなものと考えられていました。生まれ持った遺伝子で性格は決まる。だからこれまでもこの先もずっと同じ性格。悲観的な遺伝子を持っていたら一生悲観的な性格ということですね。ところが、1990年代頃から脳科学と遺伝学の発展で、性格はそんな単純なものじゃないぞということが分かってきたんです。絵にするとこんな感じ。主に4本の川の流れが自分の性格を決める。でね、1、2、3が今回ご紹介します性格を変える3つの要素。この3つは自分で変えることができます。残りの1つが生まれ持った遺伝子の影響。これは自分の努力では変えられない。ちなみに遺伝子が性格に与える影響はおよそ 35-41% と言われていますので、残りの 60% は自分の力で変えられるっていうことですね。ということで、今回は性格を変える3つの要素をご紹介させていただきます。また性格を変える具体的な方法も合わせてお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、性格を変える3つの要素のまず1つ目はこちら。脳の可塑性。脳の可塑性とは、よく使われる思考回路はどんどん成長するという脳の性質。もう少し簡単に言うと、ポジティブなことを1つ考えれば、ポジティブ思考の回路が1つ大きくなり、ポジティブに考えるのがうまくなります。逆に、ネガティブなことを1つ考えれば、ネガティブ思考の回路が一つ大きくなり、ネガティブに考えるのがうまくなります。これが脳の可塑性。つまり、もしも今、私は人一倍ネガティブだというのなら、過去にネガティブなことをいっぱい考えたということ。反対に、私は人一倍ポジティブだというのなら、過去にポジティブなことをたくさん考えたということになるんです。この脳の可塑性、どれくらいすごいのかというと、わかりやすいのが、レオナルド・ディカプリオ。ディカプリオは、ある映画で、強迫性障害の役を演じたんです。強迫性障害とは、玄関の鍵を閉めたのに気になって何度も何度も確認してしまうとか、手を洗っても洗っても気が済まないとかね、そういう障害なんですけど、ディカプリオは、その映画を撮影しているうちに、本当の強迫性障害になってしまったんです。演技を繰り返すうちに、強迫性障害の思考回路が頭の中に出来上がってしまったということですね。ほんのわずかな間に。あと、日本のある有名俳優もこんなことを言っていました。悪役を演じると性格が悪くなる。冷たい性格を演じるうちに、冷酷な思考回路ができてきて、本当に冷たい人間になってしまうということですね。たとえ演技だったとしても、同じことを繰り返していたら脳が変化してその通りの人間になってしまう。それほど脳の可塑性が性格に与える影響は大きいんです。
ではね、これを踏まえて具体的にどうすれば楽観的な性格になれるのか、どうすればポジティブになれるのか、やり方はシンプルで、ポジティブなことをたくさん考える。何かに感動すればポジティブ思考回路が一つ大きくなります。何かに感謝すればポジティブ思考回路が一つ大きくなります。誰かを褒めればポジティブ思考回路がまた一つ大きくなります。大笑いをすればポジティブ思考回路がまた一つ大きくなります。そしてポジティブ思考回路が大きくなれば、意識しなくても自然とポジティブな考えが頭に浮かんでくるようになる。そうなればもうこっちのもの。まるでエスカレーターに乗っているように、どんどん楽観的な性格に近づいていくというわけです。ただね、ここで一つ注意していただきたいポイントは、3対1の法則っていうのは、先ほどポジティブなことを一つ考えればポジティブ思考回路が一つ大きくなると言いましたけど、逆にネガティブなことを一つ考えた場合はネガティブ思考回路が3つ大きくなるんです。つまりネガティブ思考回路の方が3倍成長しやすいということですね。だからもしもポジティブなことを3回考えてネガティブなことを1回考えるというペースであれば、ポジティブ思考回路とネガティブ思考回路の成長スピードは同じ、現状維持のまま。ポジティブなことを4回考えてネガティブなことを1回考えるくらいのハイペースにする必要があるということですね。でもね、感謝、感動、笑い、人を褒めるなどポジティブなことを増やすというのは、実際にやってみるととても気分のいいものです。きっと楽しい努力になると思います。いっそのことさっきのディカプリオみたいに、しばらくの間ポジティブ人間を演じてみるというのもいいかもしれませんね。というわけで、続いて性格を変える3つの要素の2つ目はこちら、腸内環境。楽観的な性格になるのに欠かせないものは、セロトニンという脳内ホルモン。セロトニンが大幅に不足すれば、どんな人でも悲観的な性格になります。そしてこのセロトニンは 90% が腸で作られている。だから腸内環境を整えることが大事というシンプルな理由です。ただね、ネットでいろんな記事を読むとこんなことが書かれていたりします。腸のセロトニンは脳まで届かないのでメンタルに影響しない。確かに腸のセロトニンは脳まで届かないというのは事実です。でもね、セロトニンはそんな単純な話じゃないんです。腸で作られたセロトニンは瞑想神経という神経を通じて脳に直接命令を送っている。それともう一つ、元気な腸内細菌が作る脂肪酸が脳を刺激してセロトニンが分泌される。これらの理由で腸内環境を整えることが楽観的な性格になるための必須条件になるんです。では腸内環境を整えるにはどうしたらいいのか、これはもう皆さんご存知だとは思いますが、一応ご紹介しておくと、まず野菜と果物をたっぷり食べる。食物繊維とオリゴ糖が腸内細菌の餌になります。次にプロバイオティクス。プロバイオティクスっていうのはビオフェルミンやヤクルト、乳酸菌ヨーグルトなどですが、腸内細菌を直接食べてしまえっていうことですね。で、あとは運動習慣。腸の場合は筋トレではなく、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動の方がおすすめ。で、この3つが腸を元気にするための習慣。腸内環境を整えることはそんなに難しくないし、心の健康だけでなく全身の健康にも大きな影響を与えますからね。気になる方はぜひ明日から取り組んでみてくださいね。というわけで、最後、性格を変える3つの要素、その3つ目はこちら、エピジェネティクス。エピジェネティクスとは遺伝子のオンオフ機能のこと。遺伝子は全てが使われているのではなくて、オンになっている遺伝子だけが使われています。そして環境によって遺伝子がオンになったりオフになったり、これがエピジェネティクス。例えば激しいダイエットをすると太りやすい体質になるとか、不安が多い環境で育った子はストレスに弱くなるみたいな話を皆さんもどこかで耳にしたことがあると思いますが、これもエピジェネティクスの仕業ではないかと考えられています。ではないかと言ったのは、実はエピジェネティクスはまだまだ研究の途中で、完全に解明されているのはごく一部。何せ研究対象が膨大な数の遺伝子ですからね、なかなか研究が進まない。なので、ではないかという推測でしかものが言えないんです。
申し訳ないですけど。ではね、エピジェネティクスは何をきっかけに起こるのか。それは脳がこの環境は危険だぞと思った時。先ほどのダイエットの話で言えば、脳がこの場所は食料が少ないぞと勘違いして、肥満遺伝子や大食いの遺伝子をオンにしてしまう。その結果、太りやすい体質になる。不安の多い子供の話で言えば、この世は危険な場所だと脳が勘違いして、安心遺伝子をオフにしてしまう。すると海馬。脳の海馬という部分にストレスセンサーみたいなものがあるんですけど、ストレスセンサーの感度が強になってしまう。その結果、神経過敏でストレスに弱い人になってしまうのではないかというわけです。ちなみに、エピジェネティクスはどれくらいの頻度で起きるのかというと、宇宙飛行士の研究があるのですが、340日間、宇宙で滞在した人は、なんと9000個以上のエピジェネティクスが起きていたそうです。これ1日に換算すると26個。つまり1時間に1個のペースでエピジェネティクスが起きたということ。結構簡単にエピジェネティクスは起きてしまうんですね。ではこれを踏まえてどうすれば悲観的な性格にならずに済むのか。それは脳を安心させること。この環境は安全だぞと脳に安心感を与えることで無駄なエピジェネティクスを防ぐということですね。そのために私たちができることは主に2つ。1つ目は情報の選択。例えばテレビをつけたら事件事故、チャンネルを変えたら病気の話、週刊誌を開いたら会社や芸能人の不祥事、SNS を見たら他人への誹謗中傷とかね。こんな風にネガティブな情報ばかりを長年取り込んでいたら、脳がこの世は危険だと勘違いしてエピジェネティクスが起こる可能性が高まってしまいます。ですので、もっと明るい情報、笑えるものとか感動するもの、生活に役立つ情報や癒し系の情報など、心が明るくなるような情報を意識して取り入れた方がいいということですね。で、次に2つ目はちょっとだけ勇気のいることにチャレンジする。これどういうことかというと、例えば家の前で見かけた赤の他人におはようございますと挨拶してみるとか、同じ会社なのにあまり話したことのない人に話しかけてみるとか、他にも料理教室に通ってみるとか、高級そうなお店に入ってみるとか、何でもいいんですけどね。やったことのないことを初めて行うときは誰だって緊張します。でも何度か繰り返すうちにすぐに慣れてくる。なぜ慣れるのかというと、不安がなくなるからです。この方法をエクスポージャー法というのですが、ちょっとだけ勇気のいることにチャレンジしていると、自分にとっての安心ゾーンがどんどん広がっていきます。料理教室でいっぱい友達ができたから、今度は水泳教室にも通ってみようとか、世の中そんなに悪い人ばかりじゃないんだ、いい人の方がうんと多いんだみたいにね。そうやって安心ゾーンが加速度的にどん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 広がっていく。その結果、脳がここは安心できる環境だと思い、無駄なエピジェネティクスを防ぐことができるっていうことですね。というわけで今回のまとめです。悲観的な性格より楽観的な性格の方が絶対にお得。また人の性格は生まれ持った遺伝子だけでなく、他の3つの要素と絡み合って今の性格が決まります。それが今回ご紹介しました、この3つ。これらは自分の努力で大きく変えることができる。そのための具体的な方法は今回ご紹介しました通りです。また本編ではお伝えしませんでしたが、睡眠不足や運動不足だと暗いことばかり考えるネガティブ脳になってしまいますので、気をつけた方がいいですね。あと最後に一つ、余談になっちゃうかもしれませんが、人の運命は生まれ持った遺伝子で決まるのではなく、自分次第でいくらでも変えられるんだという事実を知るだけで、人間関係、夫婦関係、心の健康、仕事の成績など、生活のあらゆる部分がより良い方向へ変わっていくということが、オックスフォード大学の膨大な研究で分かっています。なぜそうなるのかといえば、無意識のうちにより良い行動が増えてくるからです。今回はちょうどそのような話になったと思いますのでね。最後までご覧いただいた皆様は、今よりワンランク上の幸せ、昨日よりワンランク上の人生を今日から歩み始めることができると思いますよ。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。